半年ぶりの川口浮間ゴルフ場です。アウサン 2T シャツ検証動画です。3ホール連続パー取れるまで帰れまてんと、さあ来ました、ゆりコース。半年ぶりの、川口浮間ゴルフ場です。今日はね、半年前にもやったかな、このちょっと見せるか、このね、アウサン 2T シャツ検証動画です。半年前はゴルピア T シャツ検証動画だったんですよ。で、そこでもね、そこ何だったっけな、ワンオーバー、確かワンオーバーで回るってのがノルマだったんですよ。で、今回は3ホール連続パー取れるまで帰れまてんと、はい、長期企画ですよ。難しいんで、まあ、この時期でしょ。ぬかるんでる、昨日の雨で天気はいいんですけど、まあ、あとはこの寒さ、うん、まあ、ちょっと頑張りたいと思います。で、今日の僕のクラブセッティング。クラブセッティングは7から下ですね。50、56と、で、P から7。で、あとパターです。多分ね、120、150、80ぐらいのね、3ホールだと思うんで、多分これで多分間に合うと思うんで。ちょっとこれで行ってみたいと思います。ちょっと誰もいないっすね、今んとこ。今日空いてると思ったんですよ。昨日、雨と雪ちょっと降ったんで、めちゃくちゃぬかってるんで、こうやって、まあ、こういう時ってね、まあ、大体この当日、ようやく当日来れるところって大体空いてるっていうこれあるあるがあるんで、あ、いますね、いました、はい、すいません失礼しました、いました。難しいんですよ、ここマジでね。3、4週目で帰れたら、ラッキーなんじゃないかな。あ、これ、アウサン 2T シャツですね、はい。前回はね、ゴルピア T シャツのおかげでね、なんすんだっけ、前回もなんか縛りやってたな。どうも。ポイントカード。あ、持ってます。はい。これです。あ、そうです、はい、そうです。こちらにお名前とお電話番号お願いします。はい、ようやく日が出てきた。ああ、そうですね。ちょっとね、水たまりが多いんであるんですよね、気をつけてください。わかりました。はい、これがポイントカードですね。6個たまったら1回無料。さあ来ました、1番122ヤードパー3。ルールマナーを守りましょう。なんかグリーンのコンディション良さそうだぞ。三脚がパクっちゃってるから、撮影がね、うまくできる自信がない。距離計なんかスタートホールごちゃついてて、実測109ヤードです。50度でいきます。絶対手前からの方がいいんで、
手前でしたね。あげてました。すごい綺麗です。この時期にしてはコンディションバッチリですね。ちょっと抜かってますけど、ちょっとね、三脚バグってっかさ。今日本コースもほとんど人いなくて、でもちょっとタイミング的に前の組が2周目入って後ろから来たんで、僕の後ろタイミング的に詰まってますね。あ、これコンディションいいぞ。まあまあめちゃぬかってるけど、グリーンのコンディション良さそうだ。これパーいける。パーいけるぞ。これ広角モードでいくわ。広角モードでもダメか。この広角モードにしよう。よし、これならいけるか。パターと56持っていきます。パー取りました。ちょっといろいろバタついてます。上着がタイヤに巻き込んで大変なことになりました。これちょっと今一周目ちょっとバタついちゃいましたね。僕は取れたんですけど、僕が一人っていうことで、前なんか二人の組がもう前に行かせようとして全スタートしなかったんで、で後ろから煽られてます。煽られてるわけじゃないですけど、タイヤ適当に上着やったら、このタイヤにこの袖が巻き込まれて終わりました。この上着は今大人気の浮き間の、押し込む形のマーカーですね。これ大人気です。今カニさんがね、かわいいっていうことで。2番ホール148ヤードパー3と、このホールは後ろから取れないんで、正面アングルでいきたいと思います。上がってきます。やばいやばい、158ある。聞いてない聞いてない。7で
悪くなかったんですけど、悪くなかったんですけど、手前でした。悪くはなかったんですけどね。取れてんのかな、逆光かな、取れてんのだけが不安。久々にやったからこれ。ただこれ天気のいい日、前日雨じゃなかったら、これかなりコンディションいいですよ、ここ。かなりコンディションいい。やっぱり、まあ、芝付きはいいんでね、河川なんで。すごい手前だったな。158ヤードは聞いてない。7からしか入れてないんで。やっぱり一周目、これね、3連続パー終わる、パー取るまで帰れませんですけど、取れなかった次のホールから再開なんで、じゃあもう破産しちゃいます。この状況っすね。バンカーいなくてよかったけど、もうちょっと、こっちだな。こっちにカメラセッティングします。これ映っ、多分これ映ってる。映ってなかったらすいませんだな、これ。どうでした？いや、これやりづれえな、マジで。調子良すぎるんだけど、連続パーです。やばい。3、4周するつもりだったんだけど、ちょっと待って、2連続パーです。こういう河川のあんまりね、コンディション良くないショートコースってめちゃくちゃ難しいってあるあるあるんですけど、まあ、なんとか寄せ腕で繋いでますね。プレッシャー感じちゃいますよ、最終ホール。ちゃんと取れてたのかな。これノーカットで行くしかないんで、ちょっと最終ホールは結構短めなんですけど、
まあ、しっかりね、罠もとかも多分特にないんですけど、大丈夫、頑張ります。3番ホール70ヤードパー3。76ヤード。ここに来て得意な距離。できました。56度で72ヤード。止まりましたね。結構グリーン硬かったのに止まりました。はい。一回止めます。止めなくていいか。ね、これ。ここに来て最後パーオンしました。やっぱね、硬いですね、グリーンは。なので、止まんなかったんですけど、乗ってます。これ奇跡的に乗ってます。これ一周目で終わります、これね。このアウサン 2T シャツ検証動画ね、これ着れば難しいパー3ショートコース、全部パー取れるという結果になりそうです、これは。はい、こんな感じです。はい、7、得意な距離なんでね、さすがに。なんかうまく取れてんのがすごい不安なんだけど、ちょっと待って。すいません、ちょっと三脚がバグってて。よし、終わりました。落ちましたね。映ってんのかな。ちょっとエンディング撮ります、後で。お疲れ様でした。たまたまですけどね、マジで。ぜひ皆さんもやってみてください。難しいんで、ここの全部パーで上がるっていうのは。ちょっと取れ、ちゃんと取れたのだけ不安です。せっかく来たからもう一周ぐらいしていこうかな。
どうしようかな。ちょっとせっかく来たんで、スタンプカードもねあるし、天気もいいんで、もう一周ぐらいしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。